インマヌエルのイコンロシア美術館所蔵インマヌエルは、旧約聖書に登場する人物。イザヤ書7章14節同8章8節に、その誕生が予言される。キリスト教の新約聖書のマタイによる、福音書1章23節にも登場する。インマヌエルは2つの言葉、インマヌとエルを組み合わせた名前で、神は我らと共に、の意味である。 預言者イザヤがいた当時、ユダヤ人の王国は、北のイスラエル王国と南のユダ王国に分かれていた。アッシリアの圧力が高まる中、ユダ王国の王アハズは、アッシリアに侵入したが、アッシリアに敵対するアラムとイスラエルが同盟を組んだという知らせが届き、ユダ王国の王の民も、同盟軍の侵略の脅威の前に動揺していた。イザヤ書七章によればこの時、 預言者イザヤは、アハズ王の元に赴き、事態を恐れずに神に従うこと。そうすれば、アラムとイスラエルの侵略も成功しないだろうという、神からの言葉をアはずに伝える。アハズ王は、神の言葉を受け取るのをためらうが、これに対しイザヤは、まだ信じようとしないのかと言い、神の言葉が正しい証拠として、インマヌエルという名の子が生まれるという、印を、 あなたたちは受け取るだろう、と告げる。インマヌエルが大きくなる前に、アラムもイスラエルも崩れ落ち、諸国が荒廃する代わりに、ユダには、未曾有の繁栄が訪れるとも説く。それゆえ、主が、お自らあなた方に印を与えられる。見よ乙女が身ごもり、男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。イザヤ書七章十四節続く八章では、 イザヤは、生まれた次男に、マヘル・シャラル・ハッシュバズという名を付けるよう神に告げられる。その子が大きくなるまでに、アッシリアが、ダマスカスもイスラエルも征服して、ユダに迫るだろうが、神が我らと共にあるため諸国の同盟軍が、ユダ征服に成功することはないと述べ、恐れるべきは、敵軍ではなく神であること、苦悩と、闇から逃れる術はないがその先に希望があることを説く。 ユダ中央し流がし首の高さまで溢れる。インマヌエル、その伸ばす翼は、あなたの国いっぱいに覆いかぶさる。イザヤ書八章八節しかし結局アハズオは、イザヤのことに従わず、アッシリアに従い援軍を求める。アッシリアによって、ダマスカスもイスラエルも征服され、ユダも、属国となり荒廃してしまう。後に、キリスト教の誕生後は、インマヌエルとは、聖母。 マリアの諸女解体のことであると解釈されるようになった。しかし、7章14節のアルマーの訳をめぐる論争もある。ユダヤ教では、神はイエス誕生から遡ること数百年のアハズ王の時代に向けて印を送ると述べていること、インマヌエルが救い主であるとは述べていないなどの理由から、この予言をメシア出現の予言とは考えていない。アマニュアルは、 キリスト教徒のファーストネームに広く付けられるようになった。他、マヌエル、マニュエル、エマニュエル、エマヌエレ、エマヌエルなど、様々に変形している。ありがとうございます。